はい、本日はですねこちらパタゴニアの中綿ジャケットとノースフェイスの中綿ジャケットを比較していきたいなというふうに思います。まあ、これパッと見てもらったらですねめちゃくちゃ似てるんですよね。おめっちゃ似てんなということで合わせたらどうせたら比較していこうと思ったんですけど、以前ですねモンベルとかユニクロとか、まあ、どちらかというと低価格帯のものの比較っていうのは以前出したんですよ。だからまあ今回ここにユニクロとかモンベル混ぜるのはちょっとどうかなと思って、これがね両方とも値段が2万5000円前後なんですよね。後ろの方ノースフェイスの方が2万8000円ぐらいで、この前のパタゴニアの方が2万4000円ぐらいなんで、まあ大体その差は4000円ぐらいあるんですけども、大体2万円台で購入できる中綿ジャケットっていうことで、まあそれぞれパタゴニアノースフェイスといえばまあこれは禁断の比較でしょうということで、まあ、やってみようかなと思うんですけど、これちょっと話変わるんですけど、僕ねパタゴニアじゃなくてこのノースフェイスのねサンダージャケットっていうジャケットなんですけど、これめちゃくちゃいいですよっていう話してたんですよ以前ね。でもこれ僕の動画よく見ていただいてる方、ああ言ってたなお前ずっと言ってんもんなっていう感じだと思うんですけど、まあ、これめっちゃいいですよって言ったらですね、これ購入しはった方もめっちゃいいですよってやっぱ言い張って、やっぱめっちゃいいってみんな思うねんなと思ってたらですね、僕の影響なんかなんか分からへんけども、オンラインがですね結構売り切れてるんですよね。だからそれはもしかしたら僕の動画を見て購入した方もいらっしゃれば、それはお前自意識過剰やと、お前の動画にはそんな影響力ないと、ただただたまたま人気があったから売れただけやっていう可能性もあるかもしれないんですけど、まあそんなね僕のお気に入りのこのノースフェイスのサンダージャケットと、まあ、パタゴニア の同じようなジャケットっていうのがこれどう違うんかっていうのをね見ていきたいなと思うんですけど、これやっぱ地味にちょっと違うんですよね。それは当たり前やろと、ブランドが違うから違うのは当たり前やろってことなんですけども、まあいろいろと結構違うかったりしてて、それこそ取り扱いの方法も違えば、そもそものこの生地も違うんですよね。ほんでもってそうなだけで用途も変わってるんですよ。だからめちゃくちゃ似てるから、こんなも用途なんか変わらんやろと思うんですけど、実は用途が違うということになってるので、まあその辺のお話なんかをしていきたいなというふうに思いますので、今日の流れとしては、まあまず最初に値段は言ったと思うんですけど、値段言いましたと。でその時に生地がどう違うんかっていう話して、実はこのまた中に入ってる中綿も違うんですよ。ほんでそうなってくると重さも若干変わってくるんですよね。ほんならじゃあ実際着てみて保温力どっちの方が高いって言われたら、ああこっちの方がちょっと保温力は高いかなとかっていうのがあったりしてて、じゃあお前の意見はどうでもいいよと、分かったわと。ほんならもう細かい部分とかっていうのはどれぐらい違うのっていうのも見ていった上で、最後おすすめの人、こういう方にはこっちがおすすめで、こういう方にはこっちがおすすめですよなんて言った話をね、いつも通りしていきたいななんて思うので、まずは生地から見ていきたいなと思います。値段言いましょうか。先値段がこれ前のやつが 24,200 円ですね、税込みで、これがパタゴニアのナノパフですね。後ろがノースフェイスのジャケットが 28,600 円というのが消費税込みの値段になっておりまして、次生地に行きたいなと思うんですけど、生地がじゃあどうなってるかというとですね、この前のパタゴニアの方はですね、どっちかっていうとこう見てもらうとですね、ちょっとシャカシャカした質感というか、まあ若干ですよ、若干ちょっと安い感じがするじゃないですか。あれそんなまあ高級な感じはせえへんかなという、こうまあ至ってこうユニクロとかでもよく見るような感じのシャリ感というか、まあそういった感じなんかなとかって思ったりしてて、じゃあ次は対してノースフェイスの方を見たらですね、やっぱちょっとマットな質感なんですよね。あ、これはちょっとお高そうな雰囲気ありますよねっていうのが、まず生地感から見てもらったら分かると思うんですけど、これパタゴニアの方はですね、ポリエステルという生地が使われてるんですね。なるほどね、ポリエステルって、ポリエステルって聞くとですね、なんか勘のいい方はピンと気づいたかもしれないんですけど、リサイクルができるんですよね。だから環境にいいっていうところも、これパタゴニアらしいなと思うんですけど、まあどっちが安いとかしょぼいとかっていう話じゃなくて、こっちに関してはこう環境を大事にして作ってんやろうなっていうのがいかにもこう伝わってきますよね、ポリエステル100で作ってるって。では対してこのノースフェイスの方はどうなってんのというと、これはナイロン100なんですよ。対してもう全然違うんですよね。でそれこそポリエステルとナイロンってなんか似たような感じだろうって思われる方いらっしゃるかもしれないですけど、ポリエステルなんか分かりやすく言えば、例えばペットボトルなんかもそうですよね。あとそれ以外には僕が今こうやって着ているフリースなんかも同じ素材なんですよね。でそういった素材ってリサイクルできるんですよ。だからもう何回も何回も使えたりできるので、こうゴミを洋服にもできるし、洋服をもう一回洋服にもできるっていうのが、まあパタゴニアらしいところだと思うんですけど、こちらノースフェイスの方に関しては別にそういうのが特になかったりするので、まあ強度はねナイロンの方が高いんです。だから大体こう強度のかかるところっていうのはナイロンがね使われてたりするので、今どこにあるかなってパッと見てるんですけど、あんまり見当たらないです。まあ例えばこうパラシュートの紐とか、もう絶対切れたらあかんでっていうところなんかには大体こうナイロンが使われたりするので、まあ、ナイロンといえば強度がありますよね。でポリエステルといえばどっちかというと加工しやすいから結構リサイクルされますよねっていうのが、まあエコですよねっていうところがあったりするんですけど、まずそこが生地として違う。じゃあどっちの方がいいのって言われたら、まあそれは人それぞれですよね。環境の方に大事性っていう人からしたらパタゴニアやろうし、それは丈夫な方がええやろうって言ったらノースフェイスの方やるし、まあこれは人それぞれっていうことになってて、生地の厚さもねほぼほぼ一緒なんですよね。結構まあ比較的薄い感じになってるので、まあ洗濯なんかする際はですね、一応ノースフェイスの方の洗濯の出し方は以前動画で出してるし、こっちのパタゴニアのナノパフの方に関しては洗濯機にそのまま放り込めるので、全然そのまま普通に洗えちゃう
ちゃうんですけど、靴下とかパンツとかと一緒に洗えちゃうんですけど、まあ両方とも生地は結構薄いので、こういった薄い生地って普通に乾いてる時は全然強度あるからいいんですけど、濡れた時ってね、ちょっと引っかかったりしたらすぐ破れるんですよ。だからこう洗う時は絶対ネットに入れたりした方が、遠心力がかかる時なんかにこう破れたりしやすくて、まあ、僕はね一回このサンダージャケットをビリビリに破ってますので、まあ、その辺は説得力があるかななんて言ったりねしながら、次のところに行きたいなと思うんですけど、まあ、次が、中綿ですよね。こう中に入ってる綿がまた違うんですよ。でじゃあこの前のパタゴニアの方にはどんな綿が入ってんのっていうとですね、これはポリエステルという綿が入ってて、またポリエステルかいということで、ポリエステルだらけはないかいということなんですけど、まあ、そのポリエステルが入ってるっていうことなんで、もう全然洗ったりしてもできるんですけど、こっちの後ろのノースフェイスの方に関してはポリエステルも入ってるんですけど、大多数はダウンなんですよね。でダウンといえばこう水鳥の生きてるほんまの天然のダウンになってるので、あんまり濡れちゃうとこうペシャンコになってね、次ふっくらが戻ってこなかったりするんですよ。だから戻すのにちょっと一工夫いったりするんですけど、あんまりどっちかというと濡れん方がいいんですよね。で対してこのポリエステル 100% の方に関しては濡れても全く問題ないんですよ。それはなんでなのか言うとですね、ポリエステルってこれそもそもあんまり水吸わないんですよね。だからこのダウンの綿をですね、全部例えばかき出して水の中にバーンって掘り込むじゃないですか。ほんなら水吸い込まんと浮いてくるんですよね。でそれぐらい吸収率がそもそも悪いというか、まあよく言えば水を吸わないので、ガンガン濡らしても、まあ洗濯しても全然その辺はあんま問題ないということなんですけども、まあダウン、天然のダウンの方に関してはやっぱりちょっと濡れちゃうとどうかなと。まあ分かりやすく言うとですね、男性のちょっと髪の毛の薄い方なんか、まあ僕もねもともとそんなに濃い方ではないんですが、まあそういう薄い方とかって、まあ、乾いてる時なんかはちょっと自信満々に歩けると思うんですね。ただそのいきなり豪雨が降ってきたりとかして、こうちょっと濡れてきだすとちょっと危うさが出てくるじゃないですか。まあそれと一緒で、このダウンもねやっぱ天然のものなんで、乾いてるじゃねめちゃくちゃあったかいんですよ。でも濡れてくるとペチャーンってなってくるから、ちょっと頼りなさが出てくるってことなんで、この辺はやっぱパッと見ではわからないかもしれないんですけど、実はまあ綿が違いますよと。だから濡れても強いのはこっちのパタゴニアの方が絶対濡れても強いけども、暖かいのはどっちっていうと、ノースフェイスのこっちの方がダウンを使ってるので暖かいんですよね。ほんなほうなるほどなと、暖かさに関してはノースフェイスが勝ってんな、水濡れの方に関してはこちらのパタゴニアの方が強いんですね。はいはいはい。ほんでじゃあ次は重さはどうなってんのってことになってくると思うんですけど、重さに関してはですね、この前のパタゴニアの方はですね、一応メーカー表記で 337g なんですね。337ですね。長嶋監督の33番に、巨人の新岡ですよね、新岡の7番ということで337ということになってるんですけども、こっちの後ろの、ノースフェイスの方の重さはじゃあどうなってるのというとですね、古田敦也の27番ですね。でその後に清原の5が来るということで275、むしろ余計分かりづらくなってるやないかということなんですが、337と275、これ野球好きな方はピンときましたね、長嶋の後の新岡、そして古田の後の清原というので、まあ、分かっていただけるかなと思うんですけど、大体どれぐらいや、50g ぐらいですかね、重さがパタゴニアの方がちょっと重いんですよね。でこれはなんで重たくなってんのというとですね、やっぱりこの要所要所が若干違うんですけど、例えば裾のところにあるドローコードのこういうちょっとした金具があったりとか、それ以外にやったらそもそも綿が全部ポリエステルになってるので、ポリエステルってどうしてもこういっぱい入れようと思うと重くなってくるんですよね。その代わりダウンってやっぱ天然物がふっくらしてて軽いんですよ。で軽くて暖かいといういいとこ取りしてるんですけど、まあその分ね水には弱いっていうのもあったりするんですが、まあどこをね取るかっていう感じだと思うんですけど、まあその分若干重さは出てくるんで、まあ 50g ぐらいなんてことないでっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、若干、まあ、重ね着をよくする方とか、あと登山とかみたいにいっぱい荷物を持ち運ぶ方とかやったら、もうたった 10g が命取りになるらしいんですよね。こんな 50g も変わったらだいぶ違うとは思うんですけども、まあ、その辺が差になってくるので、まあ、あんま日常的に使ってある方やったらこの 50g はあんまり感じないかもしれないですよね、というところになってて、じゃあ次保温力ですね。じゃあどっちがあったかいのというところになってくると、お前さっき答え言ったやないかいってことなんですけど、まあその通りで、暖かさはもう間違いなくこのノースフェイスのやつの方が暖かいんですよ。でこれはブランドがノースフェイスが暖かいからとかっていうわけじゃなくて、この中の綿がダウンを使ってるからなんですね。だからもし仮にパタゴニアの方でもダウンを使ってるアイテムってあると思うので、そういうダウンを使ってるアイテムはパタゴニアの方も暖かいし、ノースフェイスの方もポリエステルばっかりになってくると、どっちかって言ったらまた暖かさはちょっと落ちてくるしってなってくると思うんですけど、まあ着た感じの保温力で言うと間違いなくノースフェイスの方が暖かい。なのでまあランク的に言うと、本格的なゴリゴリのダウンジャケット、バルトルとか着てるのがまあ女王の女王やとするじゃないですか。まあ本来サンダーは
まあ、中の上ぐらいですよね。まあ、パタゴニアの方は、まあ、中の中ですよね。まあ、こんなフリースなんかとあんま変わらへんし、ともすればフリースの方がちょっとあったかいかなって思えるぐらいな感覚なんで、まあ、この辺はちょっと人によって感じ方は違うと思うんですけども、そういった感じになってますね。まあ、もしあれだったら検証しても面白いかなと思うんですけど、まあ、それぐらいな感じが暖かさということになってて、次は細かい部分見ていきましょうか。まあ、特に細かい部分っていうところもないんですけど、まあ、まずですね、このステッチが違いますよね。ステッチがノースフェイスの方に関しては横一列にいかにもダウンジャケットっぽい感じでパーッと横一列に、ダウン質というかダウンが入ってるところがありますね。で、対してパタゴニアの方に関してはこうブロックごとに仕切られているので、これ以前レビュー動画でも言ったんですけど、まあ、レンガ風といいますか、まあ、レンガっぽい感じになってたりだとか、あとは次はですね、両ポケット両脇にポケットがあるんですけど、パタゴニアの方を見てもらうと、まあ、至ってシンプルなジップがついてて、裏側には、そのままシャカシャカした生地が使われてるんですけど、ノースフェイスの方はですね、同じくジップはついてるんですが、裏パッてひっくり返すとですね、手前側というか手の甲が当たる部分に関してはフリース素材が使われてるんですね。だからこの辺とかは結構暖かいですし、パッて手を入れた瞬間にひんやりせえへんっていうところなんかも、まあ、この辺は考えられてるなということになってたりだとか、あとはですね、裾のところですよね。まあこれは好みかなと思うんですけど、パタゴニアの方に関してはドローコードが採用されてるので、まあこれは右側しかないんですよね。だからこの右側のドローコードをギュッて絞ってあげて、腰のところから風が入ってこないようにするんですけど、対してノースフェイスの方に関してはこれゴムなんですよね。だから着用した瞬間に自分のサイズにピンって収まるので、まあ、この辺なんかはまあ好みで分かれるのかなとは思うんですけど、それがまあ細部のところかなと思います。じゃあ次、じゃあおすすめの人ですね。最終じゃあおすすめはどっちなんかっていろいろごたごた言っていたけども、あんたはどっちがおすすめなのっていうところになってくると思うんですよ。じゃあまずパタゴニアの方が圧倒的に買ってるところからちょっといきたいなと思うんですけど、やっぱり圧倒的に買ってるなと思うのは持ち運びなんですね。これどういうことかというと、パタゴニアのジャケットはこの前のジップをピュッて開けてあげると、内側にポケットがあって、このポケットにジャケットを収納することができるんですよね。で、こんな感じでくる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 やっていくと、これぐらいの小ささになるんですよ。だからこのままリュックの中にポンと掘り込んだり、トートバッグの中にポンと掘り込んだりできるっていうところが圧倒的に持ち運びが便利なんですけど、同じくノースフェイスにもこの内ポケットがあるので、ほんなノースフェイスもこれ掘り込んだらいいやんっていう感じだと思うんですけど、さっき言ったみたいにこれ綿がね、別に畳んでも水濡れても問題ない、まあポリエステルって綿を使ってるんですよ。プリマロフトって言うんですけどね、綿を使ってるんですけど、こっちの方に関しては天然のやつを使ってるから、あんまりペタンコにせん方がいいんですよね。ってなってくると、持ち運びに関してはあまり向いてないんですよ。対してパタゴニアの方はちゃんとこうやって持ち運びもできるっていうところが、まあ向いてたりしますし、あとそれ以外にやったらですね、こういくら冬のアウターといえども、ちょっと衛生面気になる方とかもいらっしゃるじゃないですか。ちょっとこうなんか冬の服ってあんまり毎日洗わへんのってどうかなと思うねんっていう方なんかはですね、このパタゴニアの方のジャケットであれば別に全然毎日洗濯機で洗ったりすることも可能なんですが、ノースフェイスの方に関しては洗濯機で洗うのはちょっとよしといた方がいいかなと。そして洗剤もちょっと選ばんとあかんので、まあこの辺に関してはちょっとまあ取り扱いはちょっと若干知っておく必要があると思うんですけど、パタゴニアの方は別に全然普通のこういったフリースなんかとあるのと一緒にポンと掘り込んで洗えばいいだけですし、取り扱いが楽っていうのが、これ圧倒的にパタゴニアの方が優れてるところだと思うんですよね。で、対してノースフェイスの方はどういった方におすすめなんかっていうと、やっぱりこうインナーで着る時の暖かさを求める人っていうのは絶対このノースフェイスの方がいいと思うんですよ。で、両方とも同様に結構細身に作られてるから、まあそんなにこのこっから上着たとしても着膨れすることとかないですし、動きやすさっていうのはゼロほどもあるんですけど、保温力に関しては圧倒的にノースフェイスもあるんですよね。そやから快適性とか、ちょっとまあ暖かさを求めるっていう方なんかはノースフェイスの方がいいんじゃないかなとかって思ったりはするんですけど、ただですね、僕が持ってるノースフェイスのアイテムってもう3年ぐらい前、もっと前かなのモデルになってるので、この中綿がですね、中に使ってる綿っていうのが、そのさっき言ったダウンっていうのも入ってるんですけど、それと一緒に高電子っていう綿が入ってるんですね。で、それは高電子っていう綿が今のモデルには入ってるんですけど、僕が当時これ買ったこのモデルはですね、プリマロフトっていう綿が入ってるんですよ。だから同じプリマロフトになってるんですけど、現段階で売ってる販売してるやつっていうのはこっちがもう高電子、ノースフェイスがオリジナルで出してる中綿になっちゃってるので、ちょっと暖かさに関してはもしかしたらここまで暖かくないかもしれないんですけど、まあいずれにしてもダウンを使ってるっていう点で暖かさに関しては軍配があるとは思うんですが、まあ、これほど暖かいかなって言われたらちょっとわからへんということになっているので、まあ、購入する際はちょっと気をつけていただければいいかなと思います。ちなみに僕が使ってるやつはですね、タグはですね NY81712 っていうやつを使ってますね。はい、ということになってますので、最近ですね、やっぱこういう中綿ジャケットというか、こういうねインナーで着る用の綿のジャケットって流行ってるじゃないですか。まあなので一回比較してみようかなと思ったんですけど、やっぱり登山とかで本格的に汗かいたりとかするときに着るって言ったらもう絶対パタゴニアの方になってくれるし、でもやっぱ寒さの方が俺は大事じゃねえなっていう人なんかは絶対このノースフェイスの方になってくれるし、まあ
この辺は人それぞれ選んでもらっていいんじゃないかなというふうに思います。まあそれぞれの詳細については下に動画説明欄に貼ってますので、それ見ていただければレビュー動画でもうちょっと詳しくちゃんと喋ってますので、まあ、気になる方は見ていただければなというふうに思います。ということになってます。本日はですね、ノースパタゴニアのナノパフジャケットとノースフェイスのサンダージャケットを比較してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。